はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストモンスターズ浄化3のパート140を始めたいと思います。今回もね、リクエスト行ってみたいと思います。まあね、見てわかる通りプラチナキング4枠ですね。このね、プラチナキング4枠を使ってくださいというね、コメントいただいたので、まあ実はね、このプラチナキングいろいろくっついてます。そしてね、まあちょっとチラッとなんですけど、スキルと、まあ、守備力が今2300あるんですね。そしてまあスキルが守備力アップとかね、深海の守護者とか破壊神指導とかいろいろついてますよね。そしてね、特性がね、こういう感じでね、暴走要塞とかいろいろついてます。ハードメタルボディとかね、全部変えてもよかったんですけど、まあこれ以外でもいいかなと思ってね。そしてね、サブでね、このイッタブル、まあ勝手に暗黒の魔人2ってつけてるんですけど、まあどっちも守備力メインですね。ただプラチナキングは他の能力も高いので、まあどうかなって感じですね。まあ一回やってみましょう。はい、やってみましょう。でっかいですね。これ経験値めちゃくちゃ持ってそうですよね。とりあえずね、いろいろくっつけてみたんですけど、プラチナキングね。まあライドしましょうか。ライドして、一回任せたらどうなるか。まあ HP バブルとかもついてるんでね。927あるわけですよ。でも4枠でね、927はね、どうなんかなって感じはしますけどね。暴走要塞。守備力が、これね、後でスキルとかね、全部紹介いたします。はい、ゼロ。なぜなら？これはどうなりますかね。あ、これ食らいますね。守備力が恐ろしいことになってるんですよ、実は。攻撃、3回攻撃。はい、ゼロですよ。効くわけありませんね。なんて言ったってプラチナですよ。お、4回行動ですね。4回で落とせなければまずいですよ。でもこっちより早いんですね、キラータイガー。さすがに行動早いで。素早さがプラチナキングより早いのかな、じゃあ。ですがこっちもね、マーケージとアイアンゲーザー。とんでもない守備力のアイアンゲーザーですからね。メドロワ。そしてね、賢さも高いというね。はい、普通に落ちます。554なのでね、あんまり下手すると落ちちゃうので、おー、なんで星の気前だって。これスターキメラですね。スターキメラ4枠なので、じゃあ作戦で命を大事にでいきたいと思います。で、さらに防御力が上がって、アイアンゲーザー。AI2 回行動ついてるんですね。獅子16。1648、ベホマズン。これで完全になりましたね。でね、メタルボディ的なものもついてます。590でもね、全然間に合いませんよね。リベホイル。これはね、徐々に回復していく呪文ですね。お、完全だったかな ?924、完璧いったかな。ですが、こっちもね、完全なので、完全になれば、作戦でね、ガンガン行こうぜで行こうと思います。ミセスカード。まあ、こんなもついてますね。今上がったのが、下がり、だけどこっちは暴走要塞で3段階目ですね、これでね。3段階目からのアイアンゲーザー。先ほどがね、400ぐらい行きましたよね。412、476まで上がると。で、ガンガン行こうぜなので、その後ね、さらに攻撃すると思います。マヤデドス。もういっそのこと呪文全部封じてアイアンゲーザーだけでもいいんですけどね。はい、440。勝負あり。そうしてみましょうか。一回ね、アイアンゲーザー以外全部封じたらどうなんだろうね。はい、次はね、硬いもの同士ですね。亀。つわものマスターさんですね。なのでね、とりあえず封じようかなと思ったけど、まだいいかなと、いろいろあるんでね。とりあえずはテンションやってみようか、今回はね。暴走要塞、2300からさらに上がります。あちらもね、硬いんで上がりますよね。481なんでね、普通にアイアンゲーザーが通る感じですね。テンションからのアイアンゲーザー。もう2000近くダメージいきますね、これでね。
で、暴走要塞で減った分回復して、まあ MP もね、普通に回復するんでね、アイアンゲーザー撃ってきます。ですが、そんなね、思うようには食らいませんね。でも危ないですよね、927なのでね。で、まず、828。でもね、全然間に合わないですよね。2回なので、落とされることはないですね、これでね。ということは、攻撃から、ああ、そうか、それなのか。まあ、攻撃からベホマズンでもいいですね。攻撃からベホマズンやるとしたら作戦で命を大事にしたら、勝手にやってくれるので、輸血カード、いいですね。守りの切りも解けましたよね、これでね。で、暴走要塞。アイアンゲーザー使っちゃえばね、一発目防がれるけど、三発食らっちゃうのでね。守備力増加してもね、こっちの守備力が半端じゃないんでね。さっきよりダメージは落ちるかもしれませんけどね。そうですよね。テンション溜めてない分落ちますよね。で、食らってる分はベホマズンで回復すると思います。なのでその次のターンガンガン行こうぜとかね、そういうテンション上げたりしてね、また攻めていけば、まあ普通に倒せると思うんですけど。アイアンゲーザーの次に何をやってくるか。だんだんダメージも上がってきますよね。でね、この次もさらに上がってるので、おそらくね、ここでテンション貯めたらもっと行くんじゃないかなと思うんですけど、どうだろう。さっきのアイアンゲザーとどうだろうね。あ、やっぱりだ、500クラス行くかなと思ったけど、600クラス行きますね。700ですよ、ほとんどね。700クラスアイアンゲザー。で、そのままなので、あ、こっちの方が早いんですよね、確かね。早いんだったら命を大事にで、普通にアイアンゲーザーで行くんじゃないかなと思いますけど。まあ、回復してね、テンション貯めて一撃で行けなくもないんですけど、まあ、念には念を入れましょう。ロケットスタート。暴走列車。星売りの3発買ってきますね、これでね。351、3000ぐらいあるかな。お、こっちの方が早いですね。キラータイガーなんか人気なんですよね。守りの切り。これで一撃防げます。いろんなのついてますね。案外恐ろしいですよ、このプラチナキングは。守り守りでね、来たけどね。まあ、食らったとしてもね、一撃防いだとしてもね、3発が27なのでね。体当たり。これ結構食らうんじゃないですか？ね、330だけど相手も食らうので、こういう場合どうしたらいいか。おぉ、2528。これはもうどうしようもない。なのでね。これね、メインで作戦で命を大事になるので、ここでアイアンゲーザー次やっちゃえば、次はベホマズンやると思うので、まあそれでいけると思いますけど、残りの HP から見てね、そんな焦ることもないと思います。はい、526、500クラス。もう最初からこれやれた話ですけどね。強し、プラチナキング。控えのモンスター出すまでもないっていうね。次。はい、つわものマスター戦ですね。裸一貫。ああ、攻撃力増加。これまずいかな？もしかしたら。入れ替えてね、イタブルでもいいんですけどね。っていうのが、まあ、プラチナキングでもいいんですけど、ライド、キラークリームって。ライドで、ライドでね、テンションかな。あ、変えた。ダークモーモン、珍しいな、ライドか。ライドからのテンションでいきたいと思います。ダークモーモンだったらプラチナキングの方が良かったですね。暴走要塞。HP バブルがね、あんまりね、もっと高かったんですけど、HP が。ドルマータ。まあ、普通に食らうんですよね、これがね。ドルマドン。これも普通に食らいますよね。1295。これ AI、もう一回あるのか。ああ、なかったなかった。危ない。で、テンション上げの、アイアンゲーザーで落ちなく、ベホマズのアイアンゲーザーで倒してくれると理想なんですよね。で、まあ2000いきましたよね。で、この後にベホマズンかな。ですね、ベホマズンからのアイアンゲーザー行くと思うんですけど。ですよね。これで落としてくれるとちょっと嬉しい。落ちた。OK。
で、次のターンで、まあ、これ落ちますよね。で、相手が、もうコマンド入力できないんですけど、おそらく攻撃系を使ってくると思うので、落ちるかもしれませんね。1600なんでね。なんで、ライドを一回降りるにして、降りるからの命令のテンション、今と同じでいきます。こっちはね、やられるの前提でいきたいと思います。やられなかったらやられなかったで普通に通ると思いますし、やられたらやられたでね。根荷物タイプというのがあるのでね。そうですね。あっち AI なんで、ベホイマとか、なんか変なことやってますよね。あ、行ったかな?っていうのが、やられた時のね、根荷物タイプで、もう動き封じちゃえばプラチナキングでね、本当に格好の的なので、もうこれで行ったと思います。4000もないと思いますけど、キラークリミゾンは。あ、320減ってますけど、普通に倒せますね。まあ、こんな感じでね、出す順番変えてもいいと思います。プラチナキングからやってたらね、もしかしたら落ちたかもしれませんね。つわものマスターをものともしない。そして、おー、4枠メタルキング出てきましたか。こっちより HP 高いかもしれないですよね。まあ、ボディによりますけど。なんで、テンションでいいかな。テンション貯めた方が通るんでね。暴走要塞。で、守備力上がって2300からさらに上がりますんでね。上がった後のこ、あ、おー、これ効かないんじゃない。なんでマナンと言ってきた。あっち AI に任してんのか、これは。効かないと思いますけど。失敗したかな、もしかして。ほぼ勝負見えましたね。ちょっとボンミスで嬉しいかな、これは。でもアイアンゲーザーで落ちると思いますけど、これは。マダンテはね、絶対効かないのでね。さすがにメタルキング硬いですよね。ハード強ボディがついてます。こっちはね、ついてないんでね。まあ、ついてたとて。ついてたとて、これで任せようか、じゃ戦おうで、おお、変わりましたね。さ、アイアンゲーザー使うと思うんですけどね。ファイナルウェポンか。927だから、あっちの方が早いかな。まあ、あっちの方が早いんだったら普通に攻撃した方がいいかな。暴走要塞で927でも防げないですよね。ステルスアタックかなんか来たら。ね、暴走兵器。だったらイッタブルに変えた方がいいんですけど、まあいいですよ。あ、こっちの方が早いし。もう瀕死ですよ、おそらく、ファイナルウェポンは。これで落ちたと思います。ファイナルウェポンはね、どんなに底上げしても2000ぐらいいけばいい方ですからね、HP が。ですよね。なんでもう、勝てますね。もうちょっとした相手だったらね、普通に勝てます、このパーティーを組めば。なんでね、参考になればいいかなと思います。なんでね、でもね、これを平気で倒してくるキャラもいるので、まあね、完全に参考にしてくれとは言い切れませんね、完全にはね。だから要は、4枠グレーツェルとか、例えば使って、賢さをめちゃくちゃ上げて、悪夢の呼び声とかを打ってきたら、下手したらプラチナキング今のこっちね、一撃で落ちますね。で、イッタブルだとしても、600とか700とか普通に食らう、一撃がそんぐらいのね、かける4なので2400ぐらい食らう、悪夢の呼び声とかもあり得ますので、まあ、その場合はね、根に持つタイプで防ぎながらね、まあ、次弱いの来るのを待つしかないですけどね。やっぱ AI に任せるとこうなりますね。ってことは、まあ、ここで作戦を変えればいいんですよね。まあ、サポート頼むぞでもいいんですけど、命令でアイアンゲーザー打っちゃえばいいですね。もうその前に体力見たら倒せそうですけどね、これね。もう勝負が見えてますよね。なんでね、ここで終わりたくないんで、猛戦は行きたいと思いますけど。防御するなら危険してくれーってちょっと言いたいですけどね。防御してもアイアンゲザー通ります。よし。じゃあもう一戦行きたいと思います。はい。本日最後の対戦相手、素晴らしい対戦相手、プラチナキング。4枠。いきなりインテ、賢さ系かな ?1 って。じゃあこっち2にしましょうかね。じゃあ2回行動なので、2回行動でね、AI2 なので、あっち3だったらこっちの方が早いので、早いんだったら、早いの見越して、
まあ、雨よきでもいいけどな。テンションからのアイアンゲーザーでもいいけど。だな、そうだ。そうしよう。まあ、暴走要塞ついてるので、あっちついてんのかな？ロケットスタート。ああ、いきなり底上げするタイプ。暴走ゾーン。やっぱ賢さタイプですね。ちょっとこっちが苦手とする感じかな。ですよね。5-1なんでね。で、しかも、ああ、こっちか。あっちの方が早いかと思った。はい、はい。行きました。まあ、素早さが高ければ、逆にあっちの方が高かったらね、やばかったですね。なので AI2 回行動にしたら正解ですね。で、カメさんか。カメさんだったらね、一発は防げるので、まあ、さらに上げてもいいんですけどね。どうしようかな。逆にスクルトで上げてもいいんだけど、テンションだな、やっぱり。テンションの方が通りますよね。プラチナ勝ちですね。プラチナ勝ちは制するってこういうことですね。勝利を制する。で、こっちの方が完全に早いので、アイアンゲーザーでね。亀のね、亀は体力が高いってイメージあるので、ね、高いですよね。プラチナキングがね、この HP あったら恐ろしいことになりますけどね。ボディが違うので、まあ、多少の攻撃だったら回復したりとかね、このアイアンゲーザーでもね、600通ったものが、まあ、ここまで落ちると。もう硬いんですよ、とにかく。プラチナはね。硬さを生かした、やっぱ戦い方。あっちもね、硬いけどね、体力は高いんですね。体力高くて硬いんですよ、亀は。ですが、こっちも硬くて、しかも、ハードメタルボディとかね、そんなんついてるのでね。しかも、暴走要塞の、こっち強いのが、凍てつく波動がついてるので、ね、あっちが上がってもね、もし下げてしまうっていうね、そういう手もありますからね。やっぱりテンションからナイアンゲーザーとね、普通のナイアンゲーザー全然違いますよね。こう、あ、こういうことするのか。だったらテンションの方がいいや。アイアンゲーザーのみにね、もうほとんどアイアンゲーザーしかやらない組み合わせをやるとね、まあ2回連続は使ってくれないですよね。だからテンションアイアンゲーザーでね、まあ、底上げからのアイアンゲーザー。やっぱこの戦い方が一番いいんですよね。もう大体硬くなるとこういうね、アイアンゲーザーとかこういう打ち合いになるんですよね。で、絶対669落ちないこと分かったので、で、もし一撃のマダンテとか使ってきても全部回復するので、まあこうなったらもうテンション。AI2 回行動のテンションとかね、AI2 回、2から3回行動のテンションとかやるとアイアンゲーザー2発打ってくれるかもしれませんね。その場合は、こっちの能力が多少下がるので、素早さ負けしてね、やられてしまう可能性もあるのでね。まあ言っても AI2 回が無難かなと。で、こういうことになります。819。今2回で終わりましたけど、これ4回行くので、もう底上げして、もう底を上げ上げのアイアンゲーザー。一番このやり方がいいかもしれません。ダメージが半端じゃないです。はい。何戦かやってみましたけど、やっぱりね、こう導き出されたのが、やっぱ呪文はこっち回復するんですね。というのが、はい。というのがね、まあ、今、守備力が2300で、素早さが1420なんですね。で、1420で高いんですけど、2000クラスのモンスターには、やはりね、この行動速い、上から5番目の行動速いがついてても、もう、相手も行動速いがついてると、もう素早さ負けするので、そして AI2 回行動、今ついてるんですけど、これがね、3回行動、4回行動となっていくと、このね、攻撃力とか守備力とかがだんだん下がっていくので、まあ、あんまりね、上げない方が無難かなと。あんま上げすぎてね、ステータスが下がってしまうと一旦で落ちかねないので、まあ、せっかくね、攻撃できたら強くなっても、攻撃できなかったら意味ないのでね、攻撃することが、まあ、前提なので、テンションからのアイアンゲーザー、この連続で繰り返していって、この右のね、一番上にある暴走要塞、これで守備力を上げて、のアイアンゲーザーが一番いいかもしれませんね。HP バブルは、HP が 1.5 倍になるので、使用で、HP バブルの最高の上限が、1000までになった、HP がね、1000上がるまでになっちゃったので、まあ、要は一番得するのが、もともと2000、HP が2000あるモンスターは、まあ、1000上がってね、3000。まあ、それが一番、ね、美味しい HP なんですね、2000がね。でも2000なんかないので、これはね、HP バブルで、まあ、もともと600だったものが900なってるだけなので、まあ、全然300上がったら全然違うのでね、このハードメタルボディは。で、超ハードメタルボディもつけたかったんですけど、コストの問題でね、他の星の守りとか、会心完全ガードとかにいろいろつけたらつけられなくなっちゃったので、で、凍てつく波動もね、相手が上がっても下がるので、まあ、こっちだけ上がり続けるというね。まあそういろいろ考えたんですけどね。
まあ、それの後のやり方でさっきのね、あの亀に819ダメージとか与えられる、まあ、そういうものを作ったんですね。で、弱点がね、この休み、今弱点って書いてますよね。ですけど、まあ、それも対策しまして、あの上から5番目に休みガード EX とかついてるので案外食らわないかなと。まあ、食らうときは食らうんですけどね。なんで弱点としてはそこかなと。で、このイッタブル、これが、AI4 回コード、だからテンション貯めたら、テンション貯めのアイアンゲーザーのベホマズン打って、ベホマズンからのアイアンゲーザーするので、まあ、4回絶対行くんですね、これね。で、願いなんかね、もうあるのでね、まあ、あんま意味ないんですけどね。で、守備力ギャンブルがついてるので、あの元のこの1845、まあ、これ以上になったりね、ならなかったり、まあ、なったら恐ろしい、あの守備力にはなるので、で、これも超ハード強ボディがついてたり、暴走要塞ついてるので、防御力がだん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 ターン、マスごとに上がっていくので、ここも美味しいですよね。そしてもうね、絶対落ちるな、これやられるなと思ったら、先にこのイッタブルを出してね、あの下から3番目の根に持つタイプ、これ死ぬ寸前に相手を休み後悔して呪うので、まあ、それで固めてしまえば、あとプラチナキングでちょこちょこ削っていってね、だんだん暴走要塞とかでこっちも強くなっていくので、まあ、そういう倒し方が一番いいのかなと。テンション貯めてのアイアンゲーザーがやっぱり強いのでね。で、こっちは遅いんですけど、まあ時間かければ、やられさえしなければすごい強いというね。まあその似たような組み合わせですけどね、早いか遅いか、まあその差です。まあ、これで今回やってみたんですけどね、いつもね、あのファイナルウェポン使ってたんですけど、まあファイナルウェポンがね、硬いモンスター、まあ1枠4体とかだったらね、すごい優秀なんですけどね、4枠同士になるとね、まあどうなんかなーって感じがするので、まあそれだったらイッタブルの方がいいかなと。で、こういうパーティーを組んでみました。なのでね、またリクエストあったらね、いくらでもやりますので、まあプラチナキング4枠もね、面白い要素、まだあると思いますので、またね、機会があったら、まあこういう対戦やってみようと思います。ということで、今回ここで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。